こんばんは、平井博明です。今日はですね、インパクトゼロ、インパクトをとにかくゼロに戻してくださいって散々言ってますけども、その具体的な作り方についてやっていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。インパクトゼロって登録が命名してくれたんですけど、僕もすごく気に入ってるんですよ。その名の通り、インパクトでクラブが始めるゼロの位置ですよね。アドレスの位置にクラブが戻ってくるようにっていう意味で言ったんですけども、その作り方、具体的なこと言ってませんでした。なので今日やりますけども、やり方戻すだけなんですよ。ここにこうやってアドレスあるじゃないですか。こうやって構えますよね。フェイスターゲット向いてます。ちょっと腰をこうやって切って、ちょっとハンドファーストにしたら、これインパクトの理想の形、この形に戻すようにどれだけ頑張ってるかなんです。僕はめちゃくちゃ頑張ってます。といっても、ご自身のインパクトの向かい方が明確でないと、このインパクトゼロっていうのはできないんです。でそれは何でかっていうと、インパクトって左足重心の人もいれば右足重心の人もいるんですよ。なのでインパクトゼロに戻るときに、こういう形なのかこういう形なのか、いろいろ形ってあるんですね。どっちに重心が残ってるか。だからその一概にアドレスの形がゼロだよっていうわけではないんですよ。こっから始まるんですけど、僕はどちらかというと右体重なんですよ。右に残ったままこうやってインパクトするぐらいの感じなんですね。こういう感じではないんです。なので左足重心にインパクトを迎えて、インパクトをゼロに戻そうっていう人の意見とは多分ちょっとずつズレがあると思うんですけども、一つ大事なことっていうか共通していることは、もちろんこのここにフェースがまっすぐ戻ってくるっていうところはもう全ての人に共通するので、それをやっていただきたいんです。例えば僕が右重心で打つんで、先に右重心のことをやりますけども、上げてこうやって多少右に乗って、で右に乗ったまま右太ももをまっすぐにして、こうやって戻してくる打ち方なんですけど、これもタイミングってあるんですよ。こうやってビュンって上げて、こうやって重力でこうやってクラブが降りてくるじゃないですか。その降りてくるタイミングを利用して、バーンってクラブをインパクトのところにこうやって戻さないといけないんですね。それって使い方として覚えてないんだよね。ちょっと俺の話していい？小学校中学校の時に、とにかく俺は振り遅れることが多かったんで、うちの親がとにかく素振りでリストターンしろリストターンしろっつって、こうやってとにかくインパクトでゼロに戻せ戻せって言われてきたから、それが要は当たり前のことなのよ。だからくーやって育ってきてないから、その溜めて遅らせてっていうことが、遅らせてっていうか振り遅れてこうやってやることが、俺のゴルフの人生の中で一回もないから。戻してくださいって言ってるけど、戻せないのがわからないの。戻すことしかしてなかった。そうそう、こうやってやれってゴルフを習ってきたから。そうだからこうやってクーンっていうのがそう俺にはなかったから、多分インパクトゼロ、ここに要は戻せっていう風に言ってるっていうのもあるんでね。でもそれ詳しくやると、まずアドレスで、前の動画でも言ったけど、この角度を変えない、腕の角度と手首の角度を変えないで、このまままっすぐ出す。そうしたら要はフェースが狂わないからボールが曲がらない。それに対してこういうタイミングを加えなきゃいけないんだね。こういうタイミング、そのタイミングなんだけど、今素振りでわざとやってんのが、かかとを上げて踏むの、こうやってリズムを取ってんの。その左のかかとを踏んだ時にマットがする音が同時ならタイミングは合ってる。ちょっとやってみるね。でもかかと踏む音聞こえないけど、まあいいや。こうだよね。この、で踏んだ時にこうやってボールが、そう、鳴る、打った音が鳴る。この時にパチンって鳴る、同時に。それがタイミングが合ってる。なんか素振りで、ドライバーだとちょっと傷ついちゃうんで、アイアンとかでマットの上でこの
する音と同時に左のかかとを踏む、こういう練習なんかめちゃくちゃ大事で、タイミングを取る、それなんかすごくいいんだよね。これは右重心でも左重心でも変わらないから、それはやった方がいいかもしれない。野球って踏んでから打つもんね。そうでしょ、う野球は同時じゃない、同時じゃないでしょ、踏んで回ってきて打つじゃない。そうそうそう、うん、だったらだね。そうで、こうやって出すでしょ。まだありそう。そう、これゴルフでやっちゃうとまっすぐ飛んでかない。だけどこれもまた難しい問題で、とにかくフェースの向きがボールにこうやってまっすぐ戻ってきたら、こうやって出してもこうやって戻ってきてたらまっすぐ行く可能性は出てくるんだよね。そうだよね。そう、ただほとんどの人はこうなる。そう、こうやって、そう、でもこうやって帰ってきてたらボールはまっすぐだから、何今流行りのこれ、このこうやってこうやって、そう、ロフトが立っちゃって、でもこれちょっと映してもらっていい、これ今俺8番アイアン持ってんのよ。8番アイアン持ってて、実際この左手の甲をね外向けてこうやって下ろしてきたら、これ何番アイアンよって話でしょ。これさ2鉄ぐらいじゃないの、これ2番アイアンかドライビングアイアンとかでしょ。だからこうなっちゃうのよ。それで例えばグリーンでねボールが止まらない、そりゃそうでしょうよ。8番で構えてんのにさ、こうやってロフト立ってさ、こうやって使っちゃったらさ、そりゃ球上がんないし、そう、ちょっと打ってみようかな。うん、こうやってこうだよね。めちゃくちゃ痛いけど、いや相当練習が必要だね、あれは。俺だって今のでちょっと手首痛めた、うん、もう一球チャンスくれるかな。使い方知らないから適当だよ。そう、こうでしょ。なんていうのそれ、そういうふうにさ、なんか名前ある。いや、わかんない、名前すらわかんない。最近あんだ、多い、見る。ダスティン・ジョンソンっていう選手がいるのよ。めっちゃくちゃ飛ばす人、飛ばす人、あの人がやってんのよ。あ、こうやってこうやってトップ作って、こうやって。でもさ、パワーをさ考えた時に同じことできるかさ、できないよね。マッチョのダスティンじゃない、本当ね。そんなね、マッチョっていう、マッチョマッチョはしてないけど細マッチョなのよ。でも多分身長もやばい高いんでね、多分190前後あると思うんだけど、俺はそう思うんだよね。腕力とか半端じゃないし、だからゴルフ理論として自分に合うかどうかの判別ができたら上達は早いと思う。あれだっけ、何の動画撮ってたんだっけ。これでも話がおかしくなっちゃった。タイミング、インパクトゼロのタイミング。そう、それで結局さっき言った左かかとの踏み込みと同時にフェースがパンと戻ってくる。だから家でもできるって言ったら、うちわとお腹ぐらいの高さの段ボールを用意してもらって、うちわをこうやって持って、そのうちわが段ボールにピタンと当たるところで左のかかとを踏む。集合住宅なんかで2階以上の方なんかはちょっと下の方に迷惑がどん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 かかるんでやめてもらった方がいいですけど、こうパンパンパンって打つ、そのタイミング。ただその振り上げて下ろす時もなるべく自分の打つスピードをキープしてもらいたい。結局ボールを打とうとしてない時、打席に立ってない時は意外と早く動いちゃうのよ。うちわとか軽いし、何も持ってなかったら早く動けちゃうから、そうじゃなくてちゃんと自分のタイミングを想像してパーンパーンってタイミングを取って練習してもらいたい。そうするとインパクトがちゃんとフェースがまっすぐ戻ってこれるようになるんで、次にそれが形としてできたら本当のクラブを持って練習場で下のマットをする、要はこの重さになれることでね、手が絶対遠心力で遅れたり手が浮いたりするんで、それが本当のクラブを持った時にもないようにしてもらう練習をした方がいい、絶対。それがゼロに戻すための、そう、ゼロに戻すための練習方法というか、タイミングをつかんで向きを確認するっていうことが本当に大事なんだよね。
本当答えこれが、そう本当に本当いつ打ってもまっすぐ行く。ちょっともう一球打っていい？本当にこれができてるとボールって曲がんなくて、本当にフェースまっすぐ向けたまま、もう本当こういう感じ。そう、そうすると曲がんない。そう、だああいうのって持ってたら楽よね。コースでいざという時、そうで、例えばこれをじゃあフェイスをターゲット向けて右にボールを置いて自分がちっちゃくなる、ああやってまっすぐ行くでしょ。林の中から出す時もあれでいいの。ここの位置にインパクトゼロを作ってあげるだけ。そう、そうするとゴルフ場の中だったらどこ行っても通用する。そうそうそう、林の中だろうが普通のショットだろうができる。だから本当に武器なんだよね、あれをやってもらった方がいい。だからそれこそグリーン周りのアプローチでその手前の白旗にインパクトゼロ行くじゃない、なんとなく。そう、もうあれあれでオールボギー90で回れます、絶対。そう、全然いける、あそこからだって2パットでいいんだもん。だからそういうことがどん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 ゴルフを楽にしていくんで、ちょっと騙されたと思ってインパクトゼロをやってもらいたい。あとは球を曲げるにしてもインパクトゼロって大事で、ボールを曲げるっていう動画もあるんですけど、例えばさっきのアドレスをしてインパクトゼロっていうかアドレスの形を取って、このインパクトゼロをずらさないでインサイドアウトに振ったら単純に球ってこうやってフックする。でもそれもちゃんとこうやってジャギーンってここにゼロに戻るわけよ。でこの後アウトサイドに抜いていけばフックが出る。これの逆をやったらきっとスライスが出る。そう、ああやって球が右に曲がる。そう、だからとにかく原点はインパクトをゼロに戻すっていう、めっちゃくちゃしつこいね、動画で何回言ったろうっていうぐらい大事なことです。なんでそれをやってもらえたら絶対もっとスコアの出るゴルファーは増えると思う。インパクトのゼロの作り方をちょっと今日やってみました。最後までご視聴ありがとうございます。